芸人とアイドルの純愛物語。さあ始まりました。藤本美貴さんとの出会いから結婚に至るまでをこと細かく話していくコーナーでございます。さあ、今回で、33話。皆さん本当にコメントありがとうございます。しっかりすべてのコメントを読ませていただいております。優しいね、皆さん本当に本当に優しいです。ありがとうございます。皆さんのコメントのおかげでかろうじて、続けることができてますので、これからも応援コメント、どしどし、書き込んでくださいということで、さあ今回はですね、33話。まあ、前回ね、気をつけてはいたけど週刊誌に取られた、また取られてしまう、バカだね、本当にバカだよね、というお話をしましたね。まあだから時系列から言うと、事務所の方にご挨拶ができた、それでも週刊誌にまた取られてバカだよねってなった。でさあ、事務所の方にご挨拶もできたし、まあ僕個人的にはですよ、その時期よし、じゃあこっからは結婚に向けてみたいな気持ちがどん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 強くなっていくわけですよね。この結婚というこの強い気持ちがですね、2人の気持ちのすれ違いが始まっていくんですよ。あ、思い出すだけでもね辛いですね、これは。だから僕は週刊誌に撮られて、で彼女がモーニング娘。を脱退した、ね、まあ、もちろんその前からお付き合いしたっていう時からね、僕の心の中で、あ、将来のことを考えることはもちろんありました。さらに週刊誌を撮られた時に、よし、俺はもう、まあ、なんだろう、責任を取るっていう言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、まあ彼女を脱退させてしまったっていう、そこら辺の気持ちがあったから、まあだから彼女が、モーニング娘。を脱退した時点で、僕個人的にはね、まあ、責任を取るっていう言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、まあ彼女を、この先も自分の好きという気持ちで支えられたらなっていう覚悟はね、その時点では持ってたんですけど、まあ自分の気持ちとね、時の流れ、あと彼女の気持ちもございますから、そこら辺でね、まあ、いろいろ少しのズレが大きなズレに、なって行くわけですよ。いやー、でもね、正直言うとね、焦ってたんでしょうね。なんかこう交際がずる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 長くなると、なんかこう結婚っていうのが遠くなってしまうんじゃないかなっていう気持ちも当時は思ってたし、で彼女は彼女でね、もともとソロでデビューして、ハロープロジェクト、そして、ね、モーニング娘。に加入して、で僕との交際がきっかけで脱退して、またさらに、もう一度こう藤本美貴として、当時はこう芝居にチャレンジしたりとか、歌謡曲を一人で出してみたりとかっていう、また新しいチャレンジ、仕事のチャレンジをしてた時に、まあ結婚を迫ってくる恋人が近くにいたら、ちょっとなんかこう頭の整理、気持ちの整理がつかなかっ
たんじゃないかな。いやもちろん交際は交際で続けるけど、こっちのこの仕事のこともちょっとまだ踏ん張り時だぞというところなんでしょうね。だから僕としてはね、もう本当にどちらかというとこの結婚はタイミングで、鉄は熱いうちに打てみたいな、感じの方だから、まあ、事務所の方にもご挨拶できたし、まあ、なんとなく、週刊誌も何度も取られてるし、よしよし、ここをもうトントントンと行こうじゃないかみたいな熱い気持ちで突っ走っちゃってただけなんだよね。だから自分の気持ちだけしか考えられてなかった。だから彼女の気持ちももっと冷静に考えられてたら、こんなすれ違い、そしてぶつかることはなかったんじゃないかなっていうのは思いますね。だから当時は本当になんかこう、 なんでお互い好きで付き合ってるのに、なんでそのもっともっとこう将来を、自分たちの幸せな将来をもうちょっと近くに早く迎えようよっていう僕の気持ちと、ちょっともう一回冷静になろうよっていう、彼女の気持ちがね、ちょっとズレが出てしまう。これだから難しいよね。だからここのズレからよく最終的にね結婚できたよね。こればっかりはね、まあだからすれ違いもあったし、ぶつかることもあったし、でなんだろうな、あんまりこうタイプ的に作戦立てて気持ちの緩急を表現するタイプではないですから、素直な気持ちをねぶつけていくタイプではありますから、そこら辺がねこう重かったり辛かったりしんどかったり、まあしたのかもしれないですね。だからポンポンポンと言ってるイメージなんですけど、意外とねこういう細かいところで、なんかちょっと別れの危機だったりとか、このまま付き合っていってどうしたらいいんだろうとかっていう時期に、この時期はねなぜか、なっていたんですね。さあこっからですよ皆さん。こっからどうやって結婚に至ったのかというね、話が今後また続いていきますので、細かいでしょ、こんなところテレビでも話さないし、もちろん雑誌とかでも聞かれないし、ここでしか喋らないですからね。いやでもこの期間のこのすれ違いの話をちょっとミキティとも話してみたいよね。あの時こう多分ね焦ってたのはね、彼女も今振り返っても忘れてないはずですから、もう一回ちょっと聞いてみたいですね、ミキティさんにね、この頃のすれ違いの話を。ということで、今回は以上でございます。ありがとうございました。